ちょっと姉貴のり。何してんの、うん、なんか我慢できなくなっちゃって。え、しようよ。いやいや、意味わかんない。ごめんね、めぐみちゃん。朝ごはん作ってもらっちゃって。いいの、ゆうりさん。私もこれから料理ぐらい作んないといけなくなるから。ほら、昨日買っちゃった。すごい。確かに料理はできた方がいいからね。なおや、あと10分ぐらいでお弁当できるから待っててね。これはしっかり食べるから、うん、ここ食べてね。本当に美味しい。ありがとう。よかったです。あれ、え、よりさんの口元なんかフレンチソースついてますよ。え、ほんと。あーあー、はい。ありがとう、はい、なんか私も全然食べられなくてごめんね、うん、あ、晩ご飯に食べるから。じゃあ取っておきますね。じゃあ仕事行ってきます。はい。ワインってこんなに入れるっけ。ねえ、お
味しいからどんだけの量でもいいの。イエーイ。じゃあ乾杯しようよ。乾杯。じゃあ乾杯。でしょ。深いワインってやっぱりいいんだよね。これさ、ビールとちゃんぽんして大丈夫なの？大丈夫大丈夫、私よくやるよ。え？うん。いやー、ミキさ、そんなんだからさ、うん、彼氏できないじゃないの。うるさいな。あのね、なおね、中学生までお母さんと一緒にお風呂入ってた。ちょっとやめてよ、マジで。もうお母さん大好きすぎて、もう毎晩毎晩お母さん一緒にお風呂入るわよって言ってたの。嘘嘘嘘、やだ。嘘じゃないな。嘘だし、それ、うん、中学校までじゃないし、小6の秋ぐらいまでだし、そんな変わんないよ。変わんない。え、ほんと？あ、違う、間違えた、間違えた。小6の春だったごまかしても遅いから。いや、ほんとだって。飲んで、ええー。ゆみさんも飲んで一緒に。じゃあ飲んだら、うん、もうそれ以上俺の小さい頃の話になる。考えとく。とりあえず飲んで。ああ。いいじゃん。せっかく今日のために買ってきたんだから。もういいって本当に。え？はい。夜はまだまだこれからだよ。悪い癖なんだよ、これも。あれ寝ちゃったね。めぐみ、こんなとこで寝ると風邪ひくってなあ。お、ちょ、姉貴、何？酔っ払っちゃった。その代わり、あの、